潮位が低くなってベーシックではすぐに値上がってしまう。もう釣りが成立しないようなポイントでも沈下速度の遅いシャロータイプ、もしくはスーパーシャロータイプを使うことによって立派なポイントになっていきます。今私が立っているところって実は満潮時には水没してしまうエリアなんですね。でところどころ岩は顔出してる。あれも普段は水に浸かってるんですよ、潮が高ければ。今干潮で水位がないと、これはイカが入ってくる条件としてはベストとは言えない状態なんですけど、この干潮時、潮が低い時の僕のアドバンテージっていうのは普段出れないところまでもっと前に出れるんですね。で潮が高い時では打てなかったこのスリット、コーラルのスリットとか物切れ間、もしくは沈み根、そういったものを浅いんで、そういった障害物がどこにあるかっていうのを確認しながらピンスポットで狙い撃っていけるんです。で水深が浅いんで同じポイントに何度もエギを通す必要がない。一投でその場を見切っていけるんですね。非常にテンポが速い釣りです。今水深1メートルないですね。水深1メートルないってことはベーシックだともう3秒でそこについてしまう。岩があればもっと早い段階でそこに描いてしまう。ラインが岩に触れてしまう。そういったポイントでも1メートルないポイントでもシャロータイプ、スーパーシャロータイプを使えばじっくりとこう抱かせる間が取れます。ここもうかなり浅いんでスーパーシャローからいきますね。1メートル沈むのに約8秒かかるんで50センチ沈下させるんでもシンクレートは約4秒取れます。通常のベーシックで1メートル沈むのと同じぐらいの、もしくはそれより長く抱かせるチャンスが増えるんでしっかりと釣りが成立しますよね。でシャローを打つ時のポイントはロッドをあまり下げないんですね。必ずロッドポジションは高くして少ない回数の自白でエギを踊らしていく。着底はほとんど意識してないです。水面から表層からもう中層といっても水深がないんで、もうとにかく根がからせないように足元までしっかり引き切るっていうのがこのシャロの釣りです。イカがいれば黒い影がうわっとこうエギに寄ってくのが見えるんで、そのポイントにイカがいるいないという判断も非常に早いですね。アクションはこういう大きなしゃくりをしてエギをこうコントロールできない状態にするよりはショートジャーク1回2回回数の少ないショートジャークでしっかりと探っていった方がエギが不必要にこうサイドトゥーサイドで飛んでしまってコントロールを失わずにしっかりトレースできます。でいなければどんどん次のポイントへ動いて打っていきます。でイカがどういうところにつくか、このところどころ沈み根とか岩が見えている状態で狙うポイントなんですけど、岩と岩の間にこう白く青く抜けてるようなところって砂地なんですね。割とその岩と砂地のボーダーの部分を狙っていきます。で見えてる岩の横とか、とにかく目標物、何か地形が変化しているところにエギを入れて探ってくる。でどうしてもこう根がきついエリアだとエギを引く速度っていうのは速くなっちゃうんですね。あまり速く動かしているとイカも抱くチャンスがないんですけど、例えば岩と岩の間で下が砂地になっているポケットとか元々の間、ウィードとウィードの間のポケット、そういうところにエギが差し掛かったらそこで初めてこうじっくりと沈めてあげる。今まで早く動いてたものがじっくり沈む時間を与えることによってイカもあこれだったら襲えると思ってこうバッとアタックしてくるんですね。打っていくシャローのポイントが自分がどんどんこう乱眼で
進んでいくときに湾の形状とか岬の形状になってるところって、さっき自分が打ってたポイントの岩の裏側も打てるんですね。立ち位置を変えることでその沈んでる岩とか根をまんべんなくやっぱり角度通せることができるんで、非常に効率的です。狙いどころも明確なんで、何も考えずに打つっていうんじゃないですけど、しっかりそのいるいないの判断できるキャストが増えますよね。シャロータイプを使っててもどうしてもその岩とかにコンタクトしてしまう、もしくは海藻に絡んでしまうときは、弱した後にロッドを止めるんではなくて徐々にこう上方向にリフトしていくんですね。そうするとエギは前に前に来るんですけど、沈む速度は ものすごくゆっくりになっていきます。シャローよりスーパーシャロー、スーパーシャローよりもう一段階遅くなっていくんで、何がしか障害物に当たれば手元に何か触れた感覚が伝わるんで、そしたら弱、柔らかく弱してその障害物をかわしていく。オッケー、来たよ。ああいったやっぱり目で見える岩の周りとかもやっぱりつくポイントなんですよね。狙うポイントがやっぱり目でしっかり確認できるっていうのがそのシャローの強みですよね。潮位が高くて潮があって割と沈み根の位置とかブレイクの位置とか見えない、そういう場所でも潮位が下げれば狙うべきポイントっていうのが明確になるんですね。ブレイク、沈み根、海藻帯、そういったシャロー帯を一頭一頭精度高く打てるっていうのはやっぱりシャローエリアの欄干の武器ですよね。ベーシックで釣りにならないところがシャロー、スーパーシャロータイプを使っていけば立派なポイントになっていく。